ご乗車列車は足を外に出したりしないよう十分気をつけてくださいね。それからおタバコはご遠慮ください。煙を吐くのは機関車のお役目です。さあ、皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違いで、西部ではあちこちで見かけるんですよ。 小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きること、そしてほら、その向こうに見えているイランの言葉で我々は仲間だという事を、ミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。 インディアンたちは全員が一丸となって生きるために右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションといいます。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。 ジョーンズがただじゃおかねえよ。
Thank you.